はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ということで、29日目やっていきたいと思います。で、まあ大体約20ずつ据えていきましょう。で、前回金色の怪物をと戦っているところか、ラスボスなんですけど、前回っていうか最近動画をその出したんですけど、まあ昨日ではないか、まあ一昨日かいくつかぐらい、28日目を出したんですけど、実はあれは去年の4月に撮ったんですよ、2015年の。なので1年2ヶ月ぶりのピクミン実況になります、私としては皆さんから見るとあれなんか更新ペース早いなみたいな感じなんですけど、実はずっとため撮りされていたものなので、はい、久しぶりの実況ですねなのでちょっとね、操作がおぼつかないところが多々あると思うんですけど、まあやっていくうちに慣れようっていう超安易な考えでやるので、まあよろしくお願いします。はい、じゃあいきましょう。けどまあもう5匹でいっかな、別に。うん、スピード的にピクミンの方が見た感じ早いですし、逆にねそっちの方ばっか増やすとこっちが少なくなっちゃうっていうのがあるのでね、でも羽ピクミンにした方がねやっぱいいのかなって。よいしょ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 、こっちかな。よしよしよし、あ、爆弾取っとこうか。なんかね思ったんですけど、誰か持ってくんない？ここに来る途中に硬い壁というか、なんというかすごい数入れちゃった。普通にピクミンでは壊せない壁、爆弾で壊すような壁が、多分あれが早道になるのかなって今のところ思ってるんで、それをちょっとね壊しに行きたいと思います。で、あとこれ橋、あ、まだか。ちょっとあそこにいるんですよ、あれが。あれは倒せんのかな？あ、倒したね。はい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 。じゃあちょっと行きましょうか。ちょっともうすでに結構近くまで来てるので、やつが。行こう行こう。で、ここは前倒したんだよね、動画を見た限り。よしよしよし。ふっ、どうしよう。やだやだやだ、あ、頑張って。あんまりなんかどうしよう、どんどん死んでいく。はいはいはい、こいこいこ、はいこいこいこ、はいはいはい。で、あ、そう、これをちょっとね、慣れるためにやってしまったというか、ちょっとだけ、あ、え、全然見てなかった、えちょっと、あー、めんどくさいことになる。いや、これは先にこっちの道を開ける
方がいいんじゃないかな。多分こっちに続いてるんですよね。はい、爆弾がちょっと持ってるのがすでに怖いので、あ、この壁を破壊することができれば、この迷宮から逃げ出す時間をかなり短縮することができそうだ。爆弾岩がどこかにあればいいのだが、ということで、早速この爆弾岩を使っていこう。オッケー。どうしよう、爆弾あいつに使うか。今どこにいるんだ。ちょっと戻ってきそうというか、鉢合わせになりそうなんですけど、一発ぶっ放してやるか。あれ、あ、いたいたいた、爆弾持ってる子。あれ、こっちじゃないよね。もうちょっとで来ると思うんだけど、あ、結構先だったね。あれ？これはもしかしてやつ、私が作ったあの近道を使っているじゃ。やばい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 。先に回る。ちょっと待て。人が苦労して開けた道をずかずか通るんじゃないよ、いきなり。多分こっち。あ、来てる来てる。オッケーオッケーオッケー。どうしようか。ここら辺で待っとく。ちょっと向き変えたいんだけど、ここ。鉢合わせになっちゃうよね。あ、くる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 。オッケーオッケーオッケー。来い。来い。行け。ボンバーマン。いいね。なんか動き止まったけど。疲れてんの？今チャンス的な感じ。やべ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 、はあ、はあ、大丈夫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 、きっと大丈夫大丈夫大丈夫。カメラのアングルが良くないかな。あ、死んじゃったよ。ごめん。ちょっと時間がないんだから。早く渡してオリマ。あ、オッケーオッケーオッケー。ん、まあいいや。やばい、回復がどんどん早くなってる気がするな。多分一個橋があれかなっていうのがあるので、なんか穴みたいな、多分あれだと思うんだ。いいや、置いてこう。これ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 。いいや、ちょっとこれ分散してなぜか行動することができないので、悪いんだけど、ちょっと置いてくね。橋作っといて。狙われてんのうちらだから。青が少ないんですけど。ここはもう完全に新しいですね。初見です。なんかビリビリしてる。キノコ、ちょっと明かりをね。あ、黄色か。黄色いる？いるよね。数的に赤が多いので、ちょっと赤にやらせてこう。あー、花を咲かせるとみたいなやつね。
ちょっと待ってね。この上に行くには、あの橋登る必要が、登る必要があって、そっか、こっちから登れる感じか。ちょっとやつ来てるんだけど。待ってね。とりあえず先に行った方がいいのかな。ちょっと。頑張ってもらって。先を見よう。結構大事そういうの。これはなんだ。ちょっと道がよく分かってないんですけど、これ通って大丈夫？わ、来た。いや、そういうことじゃなくて、ここにもあるってやつね。オッケー。これは？あ、これさっきの最初のとこか。なるほど。これは戻れないということね。じゃあ。まずじゃあ、橋を作ること。からですよね。はい、ちょっと来ないでほしいんですけど。ああ助けられないのか。あ、助けられた。あもうなんなんこのゲーム、難しい。2つのことを考えながらね、いろいろやるってすごい難しいですね。早いし、すげえ。ちょっと待って、あの道通れないし、うちら。どうしよう。ちょっと待ってね。そうね、まあいいや、とりあえず戻りますか。あー、マジか。17匹はちょっと大きいな。じゃあ次回ここの攻略ってことで、ちょっとすごくあのノロまで申し訳ないんですけど、多分ここですね。そう、この橋を通れるように。あ、もうすでにここにあるのか。足りるのか。15匹いる。ちょっと待って、カメラ。よし。え、あ、まだあっちにあるから、橋を完成させてからですね。はあ、大変だ、やることがいっぱい。はあ、どうしよう。どうせだってあれでしょ、向こう着く前にもう終わるんじゃないの、日が。うちが諦めちゃえばいいのかな。71、あれ、まだいる。あ、そっか、あっち。ちょっと待ってね。ちょっと、ごめん、うちが早いから置いてっちゃう、どんどん。あ、爆弾だったの？マジか。じゃあ橋の破片どこにあるんだ？待ってね、あと3匹ここにいるんだよね、多分。OK。とりあえずじゃあ、諦めるっていうか、夕方に進みます。はい。ということで、進んだのかな。まあ、近道は一応できたんで、次回からあっちにパーって行けるんで、あの橋も別に作んなくていいのかなって感じなんですよね。はい。ということで、今回はここまでになります。はぁ、まあ、なんとか、進んだよ、進んだ。ピクミンも
なんとか食べられなかったし。そうですね、次回あの先の青い橋を完成させる、うん、多分あの全然できてなかったのにピクミンが運んでる途中にやつに吸収されたんだと明日こそキャプテンオニマンを助けなくちゃ。はい、ほとんどなんかパイナップルジュースみたいなバナナジュースみたいな色してるこれだけ食料があればしばらく生き延びられそうね。うん、いやドリンクで生きていく、ほんとお前ら最高だよはい、うん、ちょっとピンクがね減っちゃったかな。なんか進んだかな。お、岩ピクミンのカードが、あーちょっとなんか岩ピクミンのお話になっちゃった、物語の関連の話ではなさそうですね。いやー何日かかるんだろうなって感じ、結構難しいですね。はい、ということでちょっとあれですね、自分の操作を慣らすためにもちょっとミッションとか改めていろいろやってからちょっとやろうかなって次回は思ってますね。もう1ヶ月分ということで30日ですね次回は。はい、ということで今回もあの実況を見てくださってありがとうございました。それでは、はい、失礼します。またね、バイバーイ